ゴレットは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。艦名はロシア語で、イワナを表すお語源とし、北極イワナを中心とした、北米産の酒かイワナ族の通称にちなむ。北極イワナオショロコマゴレットは1943年1月27日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ王船で、帰港する。1943年8月1日に、 ウィリー夫人によって浸水し、艦長ジェームズ・エーム・クレメント少佐の指揮下1943年11月30日に収益する。ゴレットはマニトワックを1943年12月19日に出港し、ミシシッピ川を経由して、ルイジアナ州ニューオーリンズに12月28日に到着した。パナマで成長訓練を行った後、 ハワイ水域で最終の戦闘訓練を行った。なお、この間に艦長がフィリップ H ロス中佐に変わった。なお、このゴレットからハンマーヘッドまでの4隻は、本来はバラを級潜水艦として建造される予定だったが、高長力高調達に問題が生じたことや、設計図の出ずの遅れなど諸事情により、ガト級として建造されたものである。 1944年3月18日、ゴレットは最初の紹介で千島列島に向かった。紹介は玄関の中、霧と激しい風雨に見舞われた。4月18日に北緯39度12分統計142度13分、北緯39.200度統計142.217度。 39.200142.217の地点で4000トンから5000トン級の輸送船に遭遇したものの攻撃射程に捉えることができなかった。5月3日、ゴレットは46日の紹介を終えてミッドウェイ島駅島、艦長がジェームズ・ス・クラーク少佐に変わった。5月28日、ゴレットは2回目の紹介で日本近海北部に向かったが行方不明となる。 ゴレットは7月5日に担当会域を離れ、7月12日、もしくは13日にミッドウェイ島に到着する予定であった。ゴレットは7月9日に送られたメッセージを確認できず、7月26日に喪失したと推定された。6月3日15時、北緯35度47分、東計154度54分。 北緯35.783度統計154.900度、35.783154.900の犬坊崎東方 1320km 地点付近で、紹介中の特設艦指定第10進行丸が、浮上した潜水艦からの砲撃を受けていると報告した後、消息を絶った。近くを紹介中の特設艦指定第7号、昭英丸が確認に向かい、 第10進行丸を撃沈したと思われる潜水艦を発見したが、相手は先行していった。第7号昭英丸は17時過ぎに、第10進行丸の生存者を発見し、救助した。それから45分後、北緯36度00分、統計155度00分、北緯36.000度統計155.000度、 36.000155.000の地点で第7号小英丸は浮上した。潜水艦を発見、17時58分、潜水艦からの砲撃を受けているとの報告を最後に、第7号小英丸も消息を絶った。この2隻はゴレットの戦火であると推定された。日本側の記録である、大港防備隊戦闘商法などを参照すると、 ゴレットの最後は次のように推測されている。6月14日15時45分、北緯40度59分統計141度27分、北緯40.983度統計141.450度、40.983141.450の知らぬか東大165度9.2回りの地点を、 雪岩航行中の輸送船相模川丸は潜水艦からの3度の来撃を受け合計9本の魚雷に襲われたが回避した。当時この辺りで活動していた他のアメリカ潜水艦の記録を照合するとこの相模川丸を来撃した潜水艦がゴレットであると判断されている。相模川丸からの警報を受け大港警備府は直ちに大港航空隊の航空機と特設総会定。 特設苦戦艇などを繰り出して、捜索を行った。この辺りは、嫌い不接能力もある、特設巡洋艦番獄丸が1942年以来、たびたび対戦嫌いを不接した場所であり、知らぬか東大沖や九じ湾、宮古湾沖などに不接されていた。知らぬか東大163度9海里の地点で、発見されたと思われるゴレットは、同日15時55分以降、 特設苦戦艇など6隻の艦艇に包囲追跡された後、次第に知らぬか東大沖の嫌い原に足を踏み入れたと考えられ、6月17日には潜水艦のものと思われる多くの破片が浮上し、幅100メートル、長さ5200メートルにもわたる重油が流れているのを確認したとある。大港防備隊戦闘商法では、植来地点を 知らぬか東大125度6海りの地点としている。もっとも、諸来した割には1944年11月7日に、江山三崎東大沖で、諸来沈没したアルバコアの時のような、諸来の根拠となる具体的な記述に乏しく、あるいは諸来しても、小爆発に止まった可能性もある。4日後の6月18日、知らぬか東大沖には、 長さ2000メートルの重油の油体が依然として残っていた。これが4日前の油体の残りなのか新たな油体なのかは判別つかず、ともかくこの油体を確認した特設艦視定宮丸の報告を受けた大港航空隊の水上偵察機が8時30分、油体に爆弾を投下し宮丸も爆雷攻撃を行った。その後、 13時と15時50分にも繰り返し攻撃を実施。その結果、気泡や新たな重油の紛失が確認され、後者に関しては6月20日まで確認された。どちらの攻撃がゴレットの最後を示すものかは判然としないが、14日に致命的なダメージを受け18日に止めを刺されたか、あるいは14日に食雷沈没して18日に攻撃したのは、 ゴレットの残骸だった可能性もある。アメリカ側記録では、ゴレットの沈没位置を北斐41度04分、統計141度30分、北斐41.067度統計141.500度、41.067、141.500としている。同時期、ベアアイランド海軍造船所で建造予定だったバラオ急潜水艦の天地から、 クイルバックまでの発石が、銅像戦所の余裕のなさを理由に新設計艦に改めた上で、ポーツマス海軍造船所で大体建造されることとなった。これが、天地急潜水艦の最初の発石となる、大港防備隊戦闘商法では、油門発見等の記述はあるが、爆発した水中が上がったなどという記述はない。ありがとうございます。